今回の学習項目は公衆 Wi-Fi 接続するアクセスポイントを確認しようです。街中で誰でも使うことができるように提供されている公衆 Wi-Fi、 安全に利用するための一つ目のポイントは Wi-Fi で接続するアクセスポイントの確認です。どのように確認すればよいのでしょうか。偽アクセスポイントとは何でしょうか。今回はこうした内容を学習しましょう。 Wi-Fi の接続先であるアクセスポイントには SSID と呼ばれる名前が付けられています。公衆 Wi-Fi の利用開始時はスマートフォンやノートパソコンの Wi-Fi 設定画面で接続するアクセスポイントの SSID を確認することが大切です。具体的には公衆 Wi-Fi 提供者が近くのステッカーなどで案内している SSID と同じものになっていることを確認してください。提供者が不明であるなど少しでも不審だと感じるアクセスポイントは利用しないようにしましょう。ただし SSID を確認するだけで確実に正規のアクセスポイントに接続できるわけではありません。悪意のある第三者が正規のアクセスポイントと同じ SSID を持つ偽アクセスポイントを設置していることがあるためです。以前は正規のアクセスポイントしか設置されていなかった場所に、ある日突然、偽アクセスポイントが設置されることもあります。偽アクセスポイントに接続してしまうと、入力した ID、パスワードやメールアドレスを騙し取られるといった被害が生じることがあり、注意が必要です。では、どのように注意すればよいのでしょうか。実は、偽アクセスポイントを見分けることは容易ではありませんが、偽アクセスポイントへの接続等による被害のリスクを小さくするためにできることがあります。それは、公衆 Wi-Fi の利用開始時に少しでも違和感がある場合は、ID、パスワードやメールアドレスを入力せず、そのアクセスポイントを利用しないことです。具体的には、公衆 Wi-Fi の利用開始時に、ID、パスワードやメールアドレスの入力画面が表示されるケースでは、その画面のアドレス欄に表示されるドメイン名全体が、公衆 Wi-Fi 提供者のものであるなど、正しいものになっているか確認しましょう。ドメイン名全体がいつものものと異なる、綴りに誤りがあるといった場合は、偽アクセスポイントに接続してしまっている可能性があります。また、接続するアクセスポイントの SSID と同じ SSID が、Wi-Fi 設定画面に複数表示される場合も、偽アクセスポイントが紛れ込んでいる可能性があります。今回の講義のまとめです。公衆 Wi-Fi の利用開始時は、接続するアクセスポイントの SSID が公衆 Wi-Fi 提供者が案内している SSID と同じものになっていることを確認しましょう。また、正規のアクセスポイントと同じ SSID を持つ偽アクセスポイントへの対策として、公衆 Wi-Fi の利用開始時に情報入力画面が表示されるケースで、そのドメイン名全体が正しいか、また接続するアクセスポイントの SSID と同じ SSID が Wi-Fi 設定画面に複数表示されていないかといった点を確認しましょう。さて、公衆 Wi-Fi を安全に利用するためには今回ご紹介した接続するアクセスポイントの確認に加えてもう一つ大きなポイント、HTTPS 通信をしていることの確認があります。次回の講義ではこの点について学習しましょう。